セントクリストファーシーニック鉄道、またはセントキッズシーニック鉄道はセントクリストファーネービス連邦のセントクリストファー島にある観光鉄道である。東鉄道は島の海岸線に沿って走る延長18マイル、基間762ミリメートルのナローゲージ鉄道路線である。1912年の製陶工場開業での新しい ファクトリーピア上の始発旅客列車とナンバー3、クイーンメアリー蒸気機関車の歴史的な写真農場からバセテールの製陶工場まで砂糖キビを配送するために1912年から1926年までに最初の軌道が付設された。天才の世界的な導入が起因である砂糖の価格下落以降、処理コストを削減し、規模の経済の原理の適用により、 収益性を増やすために、1912年に、投資家グループによって、製党工場が建設された。トリニティのパルメットポイントまでの4マイルを走行する支線、ウェスト線及び、ブーリオエステートのミルズズまでを走行する、もう一つの支線、ノース線とともに、ファクトリーピアから、セントキッズバセテールシュガーファクトリーへの最初の鉄道路線区間が、 1912年2月28日に完成した。特別列車に招待された交換を乗せて、鉄道の開通式が行われた。それからは、例年の佐藤収穫のために、鉄道が2月から6月まで、季節的に運行された。2003年1月28日に、私有のセントクリストファー・シーニック鉄道が、観光列車を走らせることを開始した。この計画は、 政府及び民間企業間の例外的な協力関係で実行されている。島の経済を砂糖が支配した時の過去へのつながりを維持するために西インド諸島の最後の鉄道のスローガンはその目的を示している。東鉄道ではルーマニアの放射性 PKP クラスリドニ液体変速式ディーゼル機関車3両を所有運行している。 リド2の分類の説明としては以下の通り、機関車は両方向の駆動系配置と単一の運転室からなっている。整備されたディーゼルエンジンはドイツのヘンシェル社からのものである。ジェフ・ハミルトンによって客車が製造されている。彼は2階建て客車の新型を設計及び製造しており、上部デッキで開放式座席を提供するために、 屋根が邪魔にならないように油圧で持ち上げられるようになっており、また同時に、下部の空調及びカーペット式の客間デッキには、6フィートの巨大なアーチ状窓があり、また象眼装飾されたテーブルにクッション付きの、統一といった家具付きであり、地元のアーティストによる絵画によって装飾されていた。各車両のこの木座端には、バー及び洗面所が備わっている。ありがとうございます。